サントス・アロマー・コンデ・シニアは、プエルトリコ・サリナス出身の元プロ野球選手。ウト・リョーダ、息子、サンディ・アロマージュニアは現在クリーブランド・インディアンズのコーチ。ロベルト・アロマーは二類種として活躍し、アメリカ野球伝道入りした。ミルウォーキー・ブレーブスに入団し、持ち前の講師と俊足でメジャー昇格し、1964年9月15日にメジャーデビュー。 なかなかレギュラーには定着できず、1967年にはニューヨークメッツに移籍し、さらにそのシーズン途中にシカゴホワイトソックスに移籍。1968年に133試合に出場し、レギュラーとなり21盗塁を記録するが、打撃力は非力で打率253で本類打0、12打点に終わる。1969年途中には、 カリフォルニア・エンゼルスに移籍。合計156試合に出場し、メジャー初本塁打も記録。1970年と1971年には、全162試合に出場、オールスター出場も果たした。また、1971年の689、打数は現在でもエンゼルスのシーズン球団記録である。 1974年途中にニューヨークヤンキースに移籍。1975年には151試合に出場するが、チームがワールドシリーズ進出を果たした1976年には、ウィリー・ランドルフに生ニルイッシュの座を奪われ控えとなり、ア・リーグチャンピオンシップシリーズで1試合に出場したのみで、ワールドシリーズでは出番がなかった。百七十七年には、 テキサス・レンジャーズに移籍し、1978年、限りで現役引退。現役引退後は、サンディエゴ・パドレス、シカゴ・カブス、コロラド・ロッキーズでコーチ、および参加マイナーリーグの監督、コーチを歴任。パドレスのコーチ時代には二人の息子、サンディ・ジュニアとロベルトがメジャーに昇格。2005年には、メッツの一類ベースコーチに就任し、2007年には三類。 ベースコーチに移動。ロベルトはすでに現役引退したが、サンディジュニアはメッツで現役を続けて、2008年には現役引退後、メッツの保守コーチに就任した。エンゼルス時代のチームメイトで、アメリカ野球殿堂入りのノーラン・ライアンは、通算7回ノーヒットノーランを記録したが、そのうち最初の2回では二塁手を務めていた。そして、 レンジャーズ時代の7回目のノーヒットノーランでは、息子ロベルトが相手、トロントブルージェイズの二塁手として出場していた。また、1970年には、クライドライトのノーヒットノーラン試合で二塁手を務め、最後の打者となったフェリペ・アルーのセカンドゴロをさばいて、ダブルプレーに仕留めた。1997年のワールドシリーズでは、クライドの息子ジャレットライトと、 アロマーの息子サンディージュニアが、クリーブランドインディアンスでバッテリーを組んで出場したが、アルーの息子、モイセズ・アルーが在籍していた、フロリダ・マーリンズに敗れた。ありがとうございます。